Hello there! 始まりました。ボンジェスチャンネルです。今回はですね、前回あげました動画ですね、トイックの歌ですね、Should you have any questions? っていうですね、歌の歌詞を説明していきたいかなと思いますね。もう動画見ていただけましたかね。そして、加藤正史先生作詞作曲でですね、一緒に歌いましたで。この歌はまあですね、トイックに使われる表現がもう盛り込みに盛り込まれてというか、全部それだけで作られているような歌になっていますね。で、歌のコンセプトとしてこう何かやっぱストーリー性を持たせなきゃいけないっていうね、結構大変だったって言ってましたね。こうなんとか、まあ、基本的には何かに招待されてるんですね。で、何のイベントなのかは分からないんですけど、それは皆様の想像力でですね、やってください。加藤先生にも聞いたんですけど、これ何のイベントですかって言ったら、さあはい、では解説していきますね。まず最初のやつがですね、 Should you have any questions? ってやつですね。で、 Should you have any questions? ってこれ If you should have any questions なんで、なんですね、元のその If が取れて Should が前に出てきた形ですね。で、もし何かですね、この質問があったらですね、 Please don't hesitate to call me っていうのが、Do not hesitate to do ですね。これしないでねってやつです。この夏の遠慮しないでねですね、躊躇するのヘッズで言うんですけど、しないでねって、だお気軽にお電話くださいみたいなですね。まあトイックめっちゃ出ますね。で、 Should you need any help? Please feel free to contact me っていうところの Should you は同じですね。 If you should って同じで、 Help 必要だったら、 で Feel free to っていうのがこれが Do not hesitate とよく言い換えられますね。で、 Anytime っていうのが、いつでもっていうやつです。で、ここがまあ一つの塊というかサビとかに、出てくるやつですね。で、ここから、普通の1番の歌詞が始まるわけですね。で、最初が You're cordially invited to the upcoming celebration ってやつですけど、cordially っていうのがですね、cord って心ですね、ラテン語のですね。だから心から sincerely みたいな感じで、心から invited してますよですね。で、まあ invite to ですね、invite 誰々 to the party っていうね、to、これでそれの受動体ってやつになってますけど、で、upcoming ですね、めっちゃトイック出るやつですね、今度来るってことですね、カムアップしてくる、今度やってくるってやつです、ものすごくよく出るですね。で、celebration ですね、お祝いで。There will be some live entertainment って言ってるので、live entertainment がありますよって言って、as well as complimentary refreshments って言ってるんで、as well as ですね、これもあるよって言って、で、complimentary refreshments。complimentary って、まあ、ほぼほぼトイック出てきたら、ほぼ正解絡んでくるですね。毎回、free ですね。無料のですね。で、refreshments ですね。これもよく出てくるね。軽食ですね。スナック菓子とか、ドリンクとかですね。ドリンクも含むんですね、これね。で、これまあ、トイックでめっちゃよく出てくるやつですね。Please know the schedule is subject to change without notice っていうのが、この、ね、Please not、ね、これちゃんとしといてに、ね、ご注意くださいよっていうので、 The schedule is subject to change ですね、これ変更にさらされるってやつですけど、だから変更になる可能性がありますよっていうやつで、 subject to、 この change 名詞ですので注意してくださいね。で、 without notice ですね、お知らせすることなしにですね、だから予告なしに変わることがありますよってですね、で、As space is limited, please sign out well in advance っていうのが、As space is limited ですね、スペースが限られているのでってすごく出る、ね、これもね、limited っていうのよく出ますね。で、please sign up、 sign up めっちゃ出ますよね。この登録するとかこうですね、はい、進めてますっていう申し込みするやつですね。 sign up とか register とかよく出ますね。 apply とかですね、非常によくトイック出てきますね。 well in advance、 in advance っていうのがめちゃくちゃよく出る、あらかじめってですね。 well in advance ですね、それよりもずっと前にねっていうことですね。だから時間持って余裕持ってですね、申し込んでくださいねっていうのが結構ですから、もうで、 I can say with confidence ですから、 confidence ですね、自信ですから、自信持ってこれ言えますよって言いますね。 fit ってこれラテン語の信じるですね。で、 It's gonna be better than ever っていうのがですね、このイベントっていうのがですね、もう今までの中で一番よってことですね。このですね、今までかつてのものよりも better ですから、最高のものですね。今までやった全部よりも一番ですね。I hope that you can join us、ね、この加わってくれるといいってことですから、来てくれたらいいなってですね。 I look forward to meeting you、ね、I look forward to ING です。昔ね、毎年出てたんですけどね、トイックね。最近ちょっと
減りました。look for to ing ですね。to plus ing。コツの楽しみにしていますよ。ですね。で、その後で、同じように、should you have any questions があって、このサビの文ですね。return までがあって。で、2番の歌詞ですが、I'm pleased to inform you of the forthcoming excursion ですね。be pleased to do ですね。こういう文ですね。喜んで何々するですね、be happy to do とか be delighted to do なんていうのも取り組んでますね。でその後で inform you of the first common excursion ですね。inform 人 of ことってやつですね。これもまあトリックでもおなじみの表現ですね。で first common っていうのがまあ upcoming と同じですね。でトリックのまあ問題見てると出てくることはあります。イギリスの方が多いと思いますね。upcomingっていうのはアメリカで結構使われて、フォースカメンっていうのは、イギリスで使われるっていうんですけど、まあ、とにかく出てきますので、両方覚えておいた方がいいですね。で、エクスカージョン、そうですね。遠足とか旅行っていうやつですね。で、You'll be reimbursed for accommodation っていうんですね。You'll be reimbursed ですね。reimbursed っていうのが、この re、また、in、中に、ね、burst っていうのは pass ですね。袋の中にまたお金が戻ってくるってことですけど、払い戻されるよってですね。for accommodation ですね。accommodation 宿泊施設、ホテルとかね、アパートメントの1階になったりもしますけど、accommodation って深さ名詞で出てくる場合、イギリス英語ですね。アメリカ英語では accommodations っていうふうに S をつけますね。で、まあ、今回のはやっぱり歌なんでね、韻踏まなきゃいけないんでね、やっぱ accommodation で、as well as public transportation ってあるので、このやっぱシャンですね、この transportation のところと、韻を踏んでるわけですね。で、public transportation ですね。で、公共交通機関ですね。だから、buses とか、バスとか、trains とかなんかと、よくこの public transportation っていうのは言い換えられます。こっちには S をつけられませんので、気をつけてくださいね。深さんなんですよ、public transportation。あ、イギリスだと public transport って言いますよね。で、Please no maybe postpone in the venue in climate weather ここちょっと分かんない、あんまり歌ってなかったな。ここの part、please not ですね、これちゃんとしといてねですね、ご了承してください。It may be postponed ですね、はい、延期されるかもしれない。postpone よく出てきますよね。In the venue ですね、この際にはってですね、これも出題されたことありますね。Inclement weather ですね、inclement っていうのがですね、悪天候ってやつですね、bad weather のやつで、inclement weather っていう人と inclement weather っていう人がいますけど、トイックで inclement の方で、いつも出てきますね。悪天候、ちょっと難しいと思うんですね。Be sure to retain overseas ですね。As proof of purchase で、Be sure to 必ず何々しててってやつね、これもよく言ってますね。で、retain all the receipts、retain 取っておくですね、retain が持つですね。ね、オブテインとかサステイン、コンテインとか、それいっぱいあるやつですけど、ね、最近よく出る単語ですね。だから最近なんかね、カスタマーをリテインしておくっていうのがトリックしょっちゅう出てくるようになりましたね。そう、お客さんを放置しておいて逃がさないみたいなですね、やめちゃわないようにするみたいなトピックが最近すごく増えますね。で、receipt 持っておいてね、as proof of purchase ですね。purchase 購入した証拠としてね。ですね、はい。It's gonna be a great opportunity for you to get to know one another って言ってるんで、すごいいい機会でしょって言ってて、で、for you to get to know one another ですので、お互いですね、get to know 知り合うってですね、知るようになる、each other お互いのこと、one another そうですね、お互いってですね、のことを知るものにいい機会になるでしょうって言ってるわけですね。ますます、あの、イベント高気になりますけどね。I hope that you will join us ですね、こうやって参加してくれていいんですかってやつね。で、I look forward to seeing you ですね、同じように look forward to ing ですね。さっきミーティングだったのもが seeing you になってるって感じですね。で、あとは、もうサビの部分ですね。Should you have any questions? Please don't hesitate to call meShould you need any help, please feel free to contact me. で、あとはもう、anytime, whoa, ですね。anytime. っていうふうに、もうですね、歌っていただければ、anytime. 僕の歌じゃないですけどね、加藤先生の歌ですけど、ぜひ皆さんで歌っていただければいいんじゃないかなと思います。ね、で、2曲目ももう今作ってるということなので、ぜひ出たらですね、聞かせてもらおうと思っています。2曲目はなんかバラードらしいですね、結構長いこと作ってるけどやっぱ難しいみたいですね。この曲の調と歌詞の内容っていうのをこうマッチさせるようにするのが
すごく難しい。まあ確かにそうですよね。トリックの場面でバラードってなかなかどんな歌になるのかちょっと楽しみですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.